日常生活でなるべく人に親切にしようと心がけている方は多いかもしれません。その優しさと思いやりを自分自身に向けることをセルフコンパッションと言います。誰よりもまず自分自身に優しさを向け、そうして自分を大切にして心が満たされると、今度は自然に周りを思いやる余裕が生まれ、人生はもっと豊かなものになります。今日はそんな自分への思いやりを意識した瞑想を行います。楽な姿勢で座り、肩の力を抜きます。背筋はまっすぐに、目はできる環境であれば軽くつむります。鼻から新鮮な空気をたっぷり吸います。ゆっくりと口から吐いていきます。もう一度さっきよりも深く息を吸います。ゆっくりと吐いていきます。ここで自然な呼吸に戻していきます。これから自分の呼吸を第三者のような視点で少し好奇心を持って見つめてみます。息を吸うとき、胸やお腹はどう動くでしょうか。息を吐くときの体は風船から空気が抜けるときのように少しずつしぼんでいくのがわかります。呼吸のたびに体の力が少しずつ抜けて、リラックスしていく感覚に意識を向けます。私たちは自分のことを否定的に思ってしまう時もありますが、本来は人間みんな不完全で、長所も短所もあります。楽しい時も悲しい時も必ずあります。良くないことをしてしまったり、状況をうまく乗り切れずもがいてしまう時もあります。晴れの日もあれば雨の日もあるように、それはごく自然なことなのです。そんな自然体のありのままの自分を優しく見つめてみます。そうすると私たちの心は自然と柔らかくなっていきます。私たちが自分のためにできること、それは自分がどんな人間なのか時間をかけてゆっくりと知っていくこと。どんな自分でも大丈夫です。大丈夫ではない時があっても、自分は確かに今ここに存在している、それだけは揺るがない真実です。なので時に失敗することを自分に許してあげます。そして自分を許し、慈しみ、自分の心がどう感じているかを理解し思いやってあげます。なりたくない自分になるために苦労する必要はありません。今日ここに自分という人間が生きて存在している、それだけで他に何をしなくとも十分に尊いのです。長所も短所もすべて含め、優しい目で自分自身を見つめると、自分がどんなに愛おしい存在なのか少しずつ感じ取ることができるようになります。最後にゆっくりと深呼吸をして、吐く息で目を開けます。
こんな風に自分と自分の心を大切にする時間を毎日少しずつ積み重ねていきましょう。このひとときに感謝して終わりたいと思います。